着いたしました。ちょっとね、立ち寄ろ、あの途中なんて言えばいいんだろう、まあ、結局ね、あの結論から言うと入った入り口が正解だったっていうね。グリーンガーデンの武蔵藤沢の駐車場ですね。ナビでは、ナビ設定でね、コープ武蔵藤沢店に設定してたんですよ。まあ、距離ね、あと 1. 何キロぐらいあったんですけど、途中立ち寄ろうかなと思って入ったところがね、まさかのグリーンガーデンの駐車場でした。ね、コープと、ビッグエコーと、なんか、イオンバイクとかなんか、いろんな店が入ってるんだな。まあ、ちょっと料金体系、わかんないですけど。それでは、試乗したいと思います。タイムズ24のグリーンガーデン武蔵藤沢店の駐車場から出発していきたいと思います。次の目的地は 1.5 キロの京葉デイツー入間下藤沢店、まあ、のスーパーアルパスの入間下藤沢店があるらしいんですけど、あるらしいんですけど、だって結構前にね、巡るプラン立てて、それ確認してなかったんですけどね、行ってみたいと思います。距離はね 1.6 キロ。方面、入ってきた方から出ないとダメだな。左か。で、駐車場。はい、来よ。というわけで左に出ますね。何かしたですか。視聴ありがとうございました。